皆さん、こんにちは。時の語り部、タイムトラベラー剛です。ご一緒に、過去に起きた今日の出来事へ、時の旅をしてみませんか。1955年の1月1日は何が起きた日でしょうか。さあ、時の旅に出かけましょう。1955年1月1日、トヨタ自動車は、初代クラウンを発売しました。この日、日本の自動車産業において、新たな時代が幕を開けたのです。初代クラウンはその存在感と洗練されたデザインでトヨタの基幹モデルとしての地位を確立しました。日本初の純国産設計車として登場し、その名にふさわしい品格と優雅さを持っていました。それはただの車ではなく、トヨタ自動車と日本の自動車業界において新たなる一歩を踏み出す象徴となりました。クラウンは単なる高級車だけでなく、オーナードライバー向けに開発され、その時代ごとにトヨタが提案する日本の高級車像を反映してきました。公用車や企業の社用車としても広く用いられ、その存在は単なる交通手段を超え、ステータスの象徴となりました。この車種はセダンが基本のボディタイプでしたが、多岐にわたり、過去にはハードトップ、ステーションワゴン、ライト版、ピックアップトラックも提供され、多様なニーズに対応してきました。さらに、クラウンは、その高い信頼性、耐久性、走行性能から、タクシー、ハイヤー、教習車、パトロールカー、救急車といった、業務用や特殊車両にも採用され、その汎用性と実用性が、広く評価されました。歴代クラウンでの販売台数は、8代目が最多であり、その中にはクラウンコンフォートやクラウンセダンといった派生モデルも存在しました。特に8代目から14代目までの期間に設定されたクラウンアスリートは、走行性能を高めたスポーツ系グレードとしてロイヤル仕様とは異なる魅力を提供しました。スポーツカー風のデザインやターボエンジンの搭載、エンジン排気量の増加など、これらの進化がクラウンをより一層魅力的な存在に仕立て上げました。こうしてクラウンはトヨタ自動車の象徴的なモデルとして、日本の自動車産業において不動の地位を築き上げ、多くの人々に愛され続けています。今日の旅はここまでです。皆さん、いかがだったでしょうか。次回の旅もご一緒できれば嬉しく思います。よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では、また次の旅で。